リベラデル・ドゥエロは、スペイン・カスティーリア・イレオン州に所在する、ワイン産地。スペインワインの原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリフェンでは、原産地故障に指定されている。ドゥエロ側の流域に沿っている。世界的な高級ワイン産地と位置づけられており、権威ある、ワインエンスージアスト市は2012年の世界、最優秀ワイン産地に、リベラデル・ドゥエロを選出した。 キャシゼス、ブルゴス県地下ワイナリー。カスティーリアイレオン州内に11ある原産地、故障ワイン産地の一つである。リベラデル・ドゥエロの中心には、アランダでデ・ドゥエロの町がある。著名なワイナリーは、ペニャフィエル、ロアなどにあり、リベラデル・ドゥエロ原産地故障統制委員会はロアに一致している。産地全体で、約120平方キロメートルのブドウ畑があり、その大半は、 ブルゴス県に5平方キロメートルは、バリアドリット県に6平方キロメートルは、ソリア県に位置している。原産地故障認定産地は、東西約113キロメートル、南北約35キロメートルにわたっており、ドゥエロ川沿いに270を超えるワイナリーが存在する。アランダデル・ドゥエロの町とその周辺カスティーライ、レオン州は、 標高約700メートルの広大なメセタの上にあり、東から西に向かって、州内をドゥエロ川が横断している。中央部に、州とバリアドリッドがあり、バリアドリッドからドゥエロ川を上流に遡った位置に、リベラデルドゥエロがある。ブドウ畑の大部分は、標高2500フィートから3000フィートの間に、広がり、主にドゥエロ川に面した、断球場にある。ドゥエロ川は、 リベラデル・デュエロを流れた後に、トロを中心とするトロや、ルエダを中心とする、ルエダを流れる。国境を越えて、ポルトガル領に入ると、道路川と名を変え、ポートワインの産地であるポルトで、大西洋に注いでいる。大西洋から遠く離れたメセタにあるため大陸性、気候であり、夏季は摂氏40度を超えるなど暑く乾燥し、冬季は摂氏マイナス18度を下回るなど、 厳しい寒さとなる。年光水量は約500ミリメートルであり、下季にドエロー川からブドウ畑の斜面に立ち上る霧で暑さや乾燥が緩和される。春季には稀に早霜が訪れ、収量不足からブドウ価格が高騰することがある。年間日照量は約2400時間である。この地域は比較差が大きいことも特徴であり、昼間と夜間の気温差はブドウに、糖度、 バランス、骨格、個性などを与える。地質学的には、シルトや、粘土質の砂の層と、石灰岩、泥海土、白亜質の凝固物などが折り重なった、第3期の堆積物からなる。ズエロ川の谷は、中心よに形成され、標高911メートルから750メートルの、範囲で緩やかな起伏を見せている。 この地域でのワイン生産の歴史が2000年以上前に遡ることは1970年代になってバニョス・デ・バルデ・アラードスで発掘された酒の紙バックスの66平方メートルにも及ぶモザイクによって証明されている。12世紀にフランスブルゴーニュ地方のクリュニーからリベラデル・ドゥエロにやってきたベネディクト海修道士が本格的なドウ栽培の文化をもたらした可能性がある。 中世のカスティーリイレオン地方では、黒白のドウ品種がブレンドされたアルコール度数の高いクラレッテと呼ばれるワインが生産されており、現存するスペイン最古の大学であるサラマンカ大学の学徒たちにも飲まれていた。クリストファー・コロンブスは新大陸への航海の際に、アルコール度数の高いトロさんの赤ワインを樽に詰めて、船に積んだ。20世紀初頭には、 ベガシシリア社の赤ワインの存在がヨーロッパのワイン通りの耳に届いていた。1980年代にはアレハンドロ・フェルナンデスが設立したペスケラ社の赤ワインが国際的なワイン評論家であるロバート・パーカーに絶賛されている。産地内外からの投資によって現代的な醸造設備や新たな技術が導入され産地全体の品質水準が向上した。 この地域のワイン生産者とブドウ栽培者によって1982年7月21日にリベラデル・ドエロ原産地故障統制委員会が設立されスペインの原産地故障制度であるデノミナシオンでオリフェンにおいて原産地故障に認定された統制委員会はワインの品質管理と統制基準の適用のために設置されている 1980年代にはわずか12のワイナリーしかなかったが2000年には100以上に増加した。2008年にはイギリスのデキャンター氏によって原産地故障の上位区分である特選原産地故障への昇格準備中であると報じられたが実際には原産地故障に止まっている。他地域出身の経験豊富の生産者が相次いでリベラデル・ドエロに進出しており、 彼らの存在によって大きな注目を集めている。主品種であるティントフィノダネ、リベラデル・ドゥエロでは圧倒的にクロブドウ品種が多く栽培されている。主要品種はリオハと同じくテンプラニーリオダネであり、リベラデル・ドゥエロでは一般的にティントフィノダネと呼ばれる。ティントフィノダネはスペインの他のクロブドウよりも数週間早く成熟する。 和製品種であり、成熟期が100日を超えることはないため、周期に、降水量が多いリベラデル・デュエロに適しているとされる。この品種は、リオハ、ペネデス、ナバーラなど、スペイン北部の高品質ワイン産地に欠かせない品種となっている。原産地故障認定ワインには、ティントフィの種を75%以上使用する規定がある。原産地故障統制委員会は、カルナッチャダネ、 マルベック種、カベルネソービニオン種、メルロー種、アルビーリョ種をブレンドすることも認可している。ペスケラ社のティント・ペスケラはティント・フィノ種を100%使用して生産されたセッパージュワインである。ベガシシリア社は伝統的にティント・フィノ種をボルドー品種などとブレンドさせていたため、この地域出身でないアレハンドロ・フェルナンデスのペスケラ社がティント・フィノ種のセパージュワインを 初めて生産した際には、多少の物議を醸した。リベラデル・ドゥエロ原産地古障統制委員会は、唯一の白品種であるアルビーリョ種を除けば、黒ドウ品種のみを認可しているため、リベラデル・ドゥエロの白ドウから生産されたワインは、原産地古障である、d オーリベラデル・ドゥエロとして販売することができず、保護地理表示である、イグップ・カスティーリア・イレオンとして販売するほかになかった。 イグップ・カスティーリア・イレオンの白ワインはこの地域全体の3%以下であるが、2015年には原産地故障統制委員会が白葡萄品種の認可に向けて動き始め、アルビーリョダネ、ピルレス種、マルバシーア種、ビューラダネ、ベルデホダネ、アルバリーニョダネ、オンナラビスリ種、パロミノ種、シャルドネ種、リースリング種、ソービニオンブラン種、トレーシャデューラダネ、 美容にエ種が認可される予定である。約210平方キロメートルのブドウ畑の約1、三には樹齢50年以上の木が植えられ、3%は樹齢100年以上のフル樹である。原産地故障統制委員会は1エーカーあたり3.1トンまでの収量を許可しているが、実際には平均収量は1エーカーあたり1.6トンに過ぎず、この低収量が 品質の高さの重要なファクターとなっている。 リオハとリベラデル・デュエロにはいくつかの類似点がある。テロワールの違いによってワインの特徴は異なるが、共にとても複雑な醸造手順を用いた長期熟成を選択し、長寿のワインを生産する傾向にある。熟成期間の要件はリオハと同様である。リベラデル・デュエロで最も著名な生産者はベガシシリア社であり、1981年に セントポール大聖堂で行われたチャールズ皇太子とダイアナの結婚祝賀パーティーではベガシシリア社のワインが使用された。ペスケラでドゥエロの街はアレハンドロ・フェルナンデスが設立したペスケラ社で知られている。国際的なワイン評論家のロバート・パーカーはペスケラ社をスペインのペトリュスと称している。スコットランド人サッカー指導者のアレックス・ファーガソンはペスケラ社のワインを愛好しており、 果実味あふれる魅力的な赤と評している。ラオラの町はその安定した品質のために地元で尊敬されており、ラオラに拠点を置くビニャサストレ社はこの地域で尊敬されている生産者の一つである。デンマーク出身のピーターシセックが1991年に設立したドミニオデ・ピングス社は1995年に出したピングスの初ヴィンテージが スペイン初のパーカーポイント100点を記録したことで話題となった。その他の著名なワイナリーにはボデガス・アリオン社、アシエン・ダ・モナステリオ社などがあり、いずれもラ・ミリアデオロと呼ばれる地域に所在する。カスティーリア・イレオン州におけるドゥー認定範囲、ありがとうございます。